ート風間のホープアベニュー。皆様いかがお過ごしでしょうか。デイビッド風間です。ホープアベニュー、このコーナーではゴスペルからの希望あふれるメッセージをお届けしたいと思っています。ご案内はパーソナリティのデイビッド風間です。それでは行きましょう。ホープアベニュー。はい、皆様2020年6月も後半に入ってまいりましたけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。北は北海道から南は沖縄まで、本当に長い日本列島なんですけどもね、気候は随分違うかなと思っています。もう真夏のような日々が続いているところもありますし、まあ比較的涼しいところもあるんでしょうね。はい、今年はコロナウイルスの影響でですね、もう本当に長い時間自粛期間が続きました。そしてようやくですね、それの自粛の解除みたいなことも言われてまいりましたけどもね、しかし第2波第3波ということも言われてますので、これまで以上に気をつけていく必要があるかなと思っています。まあ、私も出かけるときいつもマスクするんですけども、つい急いで家を出るとマスクを忘れちゃうことがあるんですよね。ですから、まあ、マスクはいつでもどこかのポケットにカバンの中に入れておいた方がいいななんて思ってますけどもね。まあ、マスクをするのは、まあ、自衛のためというよりは周りの人へのエチケットみたいな形になっていますけれどもね。あとはやっぱり手洗い、これはせっかくついた習慣ですから、まあ、よく手を洗うというのはね、アライグマじゃありませんけれども、一生懸命手を洗っていきたいなと思っています。さて、そんなコロナウイルスのいろいろな自粛、それからビジネス面での影響とかいろんなことが今言われてますよね。そんな中でどうしてもですね、前向きに進むというのは難しいと思う時があるかもしれません。私も、あるお友達とですね電話してたら、もうため息ばっかりついててるんでね、いやー本当に大変なんだなと思いました。まあ、ため息ね、皆さん今ため息ついておられますか。別についちゃいけないって言ってるわけじゃないんですけども、それであるならば今は何をしたらいいのかというと、私はねリセットという言葉がキーワードかなと思っています。コンピューターでも何でもフリーズとしていうのがありましてですね、固まってしまうことありますよね。止まってしまうこと、まあ、スマホでもたまにですね、あんまり長い時間ずっと使ってるとこう固まってしまう。でその時のやり方はですね、リセットするしかないんですね。はい、一遍、電池の電源ボタンを長く押したりしてですね、強制終了させてリセットする。まあ、それでかなりの確率でですね、問題は治ったりするわけなんでしょ。で私は今回のコロナウイルスの現象というのは全世界的なリセットのためかなという気もしているんです。どういうことでしょうか。まあ、私たちは今までずっとこの富を増やすために一生懸命働いてきたんですけどもね、ここで一回見直して本当にそれを求めてるだけでいいのかというですね、問いかけがあるんじゃないかなと思うんです。今年の1月ぐらいからコロナウイルスのニュースがどんどん上がってきた時に、私はですね、まあ、祈ってましたらこういう言葉がやっぱり与えられました。それはリセットしなさいという言葉だったんですね。これは誰が語ったんでしょうか。私が別に思いついた言葉じゃないんですけれども、私は内なる神様の声かななんていう気がしているんです。そして今はですね、解除の方向でいろいろな、授業やいろいろな、まあ、学校も含めてですね再開しているところも多いと思うんですけども、まあ、これを機会にしてですね、いろんな考え方をリセットして神様と共に歩むということがですね、一番のリセットじゃないかなと私は考えています。ノアはノアの洪水の時ですね、箱舟を作ったんですけども、聖書はこのように言っています。彼は神と共に歩んだと。神と共に歩む新しい生き方こそ新しい生活様式になるんじゃないかなと思っています。どうかこのラジオを聞いてくださっている全ての皆様、この番組を聞いてくださっている全ての皆様の人生に新しい出発が与えられるようにお祈りしています。それではまた次回お会いしましょう。ご案内はパーソナリティのデイビッド風間でした。 See you next time. God bless you. And please remember, Jesus loves you. Bye bye.